どうも、億万長者合宿も新シリーズになりました。ソナチネというね、一体ソナチネって何ですかっていうことになりますけども、まあそれはあんまりね、気にしなくて結構です。大体こう1000話ずつ切ってるってことなんで、これから8000話に向けて、この動画のリレーも進んでいくってことですよね。まあもう誰も追いつけないでしょうね。でね、こういうふうに一見儲かってない動画のリレーが、なんでね、時間と労力と意識を割いてできるのかっていうのは、理由はいくつかあるんですよ。一つは これをやっても生活に困らないだけの収入があるからなんですよ。そしてこれをやっても困らないぐらいの時間の余裕があるからなんですよ。そして動画のリレーの相手と一定の信頼関係があるからなんですよね。やっぱりね、動画のやり取りがなんかムカつくないこいつと思ったらやらないですよ。ね別に返信したくてもいいかと思ったら返信しないですよ。でもやっぱね、返信もらいたいし返信送りたいんですよね。 話の内容ってのははっきり言って同じことの繰り返しです。同じことの繰り返しがまた返ってくるだろうなと思うんだけどもでもそれを確認するためにやりたいしその中で小さな変化に気づきたいしね。うん、でこうやってると吉谷さんがねまあ少しずつ年齢を重ねていってるってことも分かりにくいです。だから1年前3年前5年前の動画を見ると同じ億万長者合宿の動画なのに「お若いやんこれ」とか「初々しいな」みたいになるわけですよね。 私も多分同じでしょう、ね、この動画のやり取りの中で白髪がちょっと増えた動画があったり夏の服装であったりさまざまですよ背景も変わるでしょう場所も変わってるでしょう、うん、でも変わらないものがそれは続けてるってことなんですよ誰が何人やめようがインチキをしている人がいようが詐欺にかかってる人がいようがずーっとこうやってるんですよ生き残り続けてるんですよこれがもうね10年ですからね、まあ、10年っていうのは億万長者合宿のことじゃないんですけどもでも お互いのことをまあビジネスマンとしてね意識して10年いやもっと10年以上かもしれないですね全ては一冊のスマホアプリ講座から始まったそして億万長者合宿は F1 の商人さんのツッコミから始まったそんなスタートそして終点はどこに向かうんでしょうかそなちねいってらっしゃい